はい、皆さん、女性が求める気持ちいい単位知りたくないですか？ね、単位もね、四十八定なんて言われてね、いろんな単位があるんですけれども、勘違いしてほしくないのが、アクロバティックな単位イコール女性が気持ちいいっていうわけではないんですよね。女性はもともとね、変化球技は求めておりません。まあ、例えば駅弁なんてありますよね。ああいったもので女性からしてみたら、ものすごくね、ちょっとね、恐怖に感じてしまうんですね。で、駅弁だとかっていうのは、もちろんね、男性はね、比較的情報でね、興奮を高めやすい生き物になるので、ああいったね、変わった単位っていうのはね、すごくね、興奮ポイントになるんですけれども、女性は全然違うんですよ。じゃあ、女性が求める本当の気持ちいい単位は何なのかっていうところを、本日は、特別ゲストの現役プロ女性にお招きいただいて、皆様にお伝えしたいと思いますので、本日もよろしくお願いいたします。また私の公式メルマガに登録していただけると、 YouTube 非公開の性のテクニック情報や、メルマガ会員様限定のお知らせイベントをいち早くお届けできますので、よければ登録してみてください。ということで、本日の特別ゲストの女性にお越しいただきます。お願いします。あれ、なんかどっかで見たことがある。 あ本当ですか。ハプバの女王が。そうです、ですよね。皆さんね、ハプバのね、動画ね、あれもう40万回再生いって、素晴らしかったんですけれども、そこのね、動画見た方だったらね、ご存知かと思うんですけども、ちょっと改めてお名前欲しいですか？はい、美穂と申します。よろしくお願いします、はい、今日はそんなに美穂ちゃんからもね、女性が求めるね、気持ちいい単位っていうところをね、一緒にね、解説できればなとは思うんですけど、まあ、まず美穂ちゃん的に駅弁だとか言ったアクロバティック単位ってどう思います？正直なくていい、うん、なくていいですよね。いらないかなっていう、不安定だし、対して気持ちよくもないですよね。なんかやってる感じは確かに、まあちょっと楽しいのかもしれないんですけど、最初の1回やったらもういいかなっていう、そうですよね。なんかね、それこそね、もう超ゴリゴリマッチョのね、人でね、もうなんか安心できるみたいな感じだったら、まあいいんですけど、私以前ですね、70代のね、おじいちゃんがこんな、もうプルプルしながら駅弁して始めて、もう怖い、やめて、本当にやめてって思って。でどうしてもね、女性にとってはちょっと不安になってしまうっていうのがあるんですけども、じゃあ美穂ちゃん的になんかこの単位好きだとかっていうのってありますか？大体私はこの単位っていうよりかは、とりあえずこのお腹側にガルーにするのが一番気持ちいいので、ただの正常よりかはちょっとこう浮かした正常とか、はい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 、バックもちょっとこう角度を調整したりとか、そういう系を求めちゃう。じゃあ美穂ちゃん自身の自分の気持ちいいポイントに当たってれば OK みたいな感じですよね。まあ、そうなんですよね。単位ってね、本当にね、多分いっぱいあると思うんですけれども、私的には自分のそのあそこのスペックと、相手女性の骨盤の大きさだとか体格によって結構変わってくるんじゃないかなって思ってて、これ皆さんね、聞いたことありますかね、カーマスートラっていうね、インドの性愛を元にね、作られた書物なんですけれども、セックスのね、教科書みたいなものにはなってるんですけれども、そこでも言われてるのが、その自分と相手の女性の体格によってその単位っていうのを変えてあげるとすごくいいですよっていう形 で、そのカンマスートラで言われてるのは、例えばちょっと小柄な女性だとか、骨盤がちょっとね、小さめの女性とかだったら、結構足を広げてあげるといいだとかで、大柄の女性だとか、ちょっと膣がね、大きい人とかとかだったら、なるべく、ね、足を閉じてあげた単位の方がいいだとかっていうところです。あとは自分のね、あそこのね、その大きさとかでも結構変わってくるんですけれども、まあ私的には、クリトリス刺激をしてあげればいいのかなっていうのがあって、結構多分美穂ちゃんが今言ってくれたみたいな気持ちいいポイントって、まあ要するに多分 G スポットら辺って形ですかね。そうですね。そこの G スポットも結局何かって言ったら、中のクリトリスっていう形になるんですね。クリトリスも実はね、中までね、深くね、入っているので、ここがクリトリスだとしたら、入れた状態で入れましたってなったら、中からこう刺激をしてあげ、なんでクリトリスの裏を狙うみたいな感覚ですね。そうすると神経筋でクリトリスにアプローチができるので、こういった状態でやってあげるといいっていう形なんですね。で、美穂ちゃん的には正常位とかだったら、ちょっとこう足上げたりとか、はい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 、ちょっとこう浮かして、
動かしてこうやって自分の膣をこう傾けることでこの G スポットにうまく当たりに行くようにするとかは調節してます。それってみほちゃん的には自分でも位置変えたりとかしてます？私は自分でやっちゃいます。相手の男性がそれやってくれる場合とかもあるんですか？あります、あります。やっぱりなんかそういう察するのが上手な男性とか、うん、観察してこの子は今この体だとそこまで気持ちよくなさそうだなとかが多分分かる男性とかは、うん、あじゃあこっちに変えてみようかなって足をこう持ち上げてくれたり、はいはいはい、まあ、そうするとやっぱりこっちも気持ちいいので反応が変わってくるから、うんうん、あじゃあこの子はこういうのがいいなって言ってやってもらう。そうですよね。結局その正常位だけけど、例えば腰を持ち上げたりだとか足をちょっとねこう上に上げたりだとか、その正常位の中でもちょっとこう変化を加えさせて、それやった時に相手の女性がどういう反応をしてるのかによって、あここがいいんだ、これは微妙だなっていうところを察しれる男性、その方すごい優秀ですね。いやもうそのハプバーには結構いらっしゃいます。そうなんです。優秀な訓練された選手たちがおー、そのハプバの優秀な訓練された選手たちは、じゃあコロ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 移動のタイヤというよりかは一つのタイでなんかちょっとちょこちょこ系で変えるみたいな、やっぱ結構形があって、やっぱり上反り系とか下反り系とか今いろいろあるので、多分自身の形状を把握して、ちょっと自分が下反りだったらバックでこういろんなタイちょこちょこ変えたり、で上反りだったら正常位でこうちょこちょこ変えたりみたいな方も結構多いです。ほお、なんかあここ気持ちいいと思ったら多分フィット感みたいなのがあるんですかね。ありますね。はあ、なるほどね。あとじゃあバックとかだったら腰を反らしてあげるだとか、あとはまあ寝バックしちゃってもいいとは思いますよね。なんでね、いかにねこうしてね一つの単位でもそこからちょっと派生をさせるみたいな感じですね。自分の腰だとか相手の女性の腰を変えさせてあげるとか、ちょっと足の位置を変えてあげるっていうだけでも結構ポイントって変わってくるのでね、そういうところをやった段階で相手の女性の反応をしっかりと見て、その単位がいいのか悪いのかっていうところを案内したいということですね。ちなみにみほちゃん的に、じゃあ相手の反応を見るってなった時にどういう反応してたらこれは OK なんだみたいな。簡単なところで言うと、腰の浮き具合。おお、はいはい。もうそもそも動いてる。確かに確かに。まあ、気持ちいいと基本まあこうガクガクしちゃう。確かに確かに。気持ち変わったらね、腰がねピク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 しちゃうからね。うん、すごいこう腰が引けてる時はちょっと痛いかな。確かに確かに。腰がすごいこう持ち上がってたり、男性側に押し付けてくるような時は大体気持ちいいかな。ああ、確かに。手の位置も結構。手の位置。なんか普通にダラーンとしてる時は、そんなに気持ち強くないみたいな。はい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 、なんか私はですけど、気持ちいい時に手がここに行っちゃうんですよ。相手の男性の乳首触っちゃうんだよね。ここになっちゃう。ここなんですよ。その女性によって違うと思いますし、まあ私の場合はもう手がこういうところにガオーっていう感じ。はい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 、そういうなんか多分それぞれ女の子あると思うので。でも確かにね、手の位置ってこう手のひらを上にしてあげてるって完全にもうね、物学的に服従の印になるんですよね。ワンちゃんとかね、猫ちゃんだとかもね、もうお腹見せるじゃないですか。あの状態っていう感じはもうあなたに対しても何も敵対しないでしょ、私ももうあなたに対してもフリーダムですよみたいな形になるので、確かにこう気持ちいい女性っていうのはこうなりやすいですよね。なんかそういったところをこうしっかりと見てほしいっていうところが見てほしいね、やっぱりありますよね。なんでね、しっかりとね、いろんなね単位があるんですけれども、そこは相手の女性と自分のあそこのスペックによって変えていただく、もう常に探求心を持っていただきたいっていうところがありますよね。でここから先なんですけれども、まあ実際じゃあね、どういう単位がいいのかっていうところを詳しくね、はい、ちょっと今ねみほちゃんにね若干エアでやってもらったんですけれどもちょっとここはねもう分かりやすく解説したいと思うので、ここから先はですね、私が運営するオンラインスクールの方で実際に男性モデルさんを呼んで実演解説させていただきますので、まずねメルマガ登録していただけるとリンクを送付させていただきますので、そちらでねご覧いただければと思います。それでは皆様、ここから先はオンラインスクールでお会いいたしましょう。